幅広いねスタイリングに対応できるんですよね。この合わせ僕めちゃめちゃおすすめです。合わせ幅がかなり広いあのウエスタンジャケットだと思います。はい、どうもバスのデューセです。はい、今回はですね、はい、こちら、はい、レターズのですねウエスタンカットアウトジップブルゾン、こちらジップジャケットの方ですねご紹介していきたいと思います。これですね、あのちなみになんで僕がご紹介するかというと、僕個人オーダーでね買っちゃっております。はい、今回ですね、春夏に引き続きそのこのまあギャバジン、レーヨンギャバジンのですね素材感を使用したね、ウエスタンジャケット、そしてウエスタンシャツ、ここら辺のね提案が秋冬もアップデートした状態でですね、新しく新型のアイテムとしてご提案しております。その中でも SS 実はですね僕欲しかったんですけど買えなかったんですよね。そうだからこそね、今回このウエスタンカットアウトジップジャケット、こちらの方はですね僕個人オーダーでしっかりと一番最初に買わせていただきました。がゆえにですよ、がゆえに僕が着用しているせいか、まあそれはちょっと分かんないんですけど、やっぱそのビジュアル、もうこの見た目がですねとにかくかっこいいせいか、それはちょっと定かではないんですけども、はい、私が着用しているということにちょっとしておきましょう。私が着用しているおかげで、はい、残りね、おそらくラスト1点とか、はい、そのぐらいになっております。もうほんと数少ないね、アイテムなんで、ちょっとね、ここもご紹介しときたいなと思いまして動画を回しておりますので、こちらの方をですね、まあ、簡単な素材のご説明だったりとか、そしてスタイリングのご説明までね、幅広くちょっとやっていきたいと思いますので、ぜひよかったら最後までご覧ください。はい、このバースデーチャンネルはですね、福岡市中央区大名でございますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。毎日19時に発信しておりまして、メインはですね商品の紹介、そしてスタイリングの紹介、そして取り扱いのブランドはですねバカンシルバースミスといった、まあ、結構幅広いねシルバージュエリーを取り扱っているブランドと、そして、ネイティブジュエリーのですねトゥアレグ、はい、こういう民族系の、ね、ジュエリーまで幅広く揃えております。はい、そして、フレグランスブランド、まあ、サノマですね。はい、香水の、ね、メインはブランドなんですけども、はい、シャンプー、トリートメント、ハンドクリーム、そしてお香だったりとかね、香りにまつわるプロダクトっていうのもね、取り扱っておりますので、よかったらチェックしてみてください。そして最後はですね、e バイクのですね、スーパー73アルコンといったね、はい、こちらのね、走行動画、レビュー動画、カスタム動画っていうのをね、更新しているチャンネルとなっております。はい、過去の動画もたくさん見てですね、よかったらチャンネル登録といいねボタンの方、ぜひよろしくお願いいたします。それではですね、じゃあ、こちらのウエスタンジャケット、ご紹介していきましょう。はい、それでは早速ですね、こちらの方をご紹介していきたいと思います。今回ですね、このツートンカラーになっているというのが、まあ、最もインパクト的なね、はい、このデザイン性となっているウエスタンジップアップジャケットでございます。僕、このね、配色すごい好きなのと、だから僕好きなポイントがいくつか実はあるんですよ。まずですね、このレターズの、そのまあ、レターズでシーズン的に展開されているね、この素材ですよ。このレーヨンギャバジンって言われてる素材感ですね。これが僕めちゃくちゃ好きで、実は超持ってるんですよね。肩数出たらどんぐらい持ってるんだろう。かなりのね、肩数を持ってると思います。しかも、この手のウエスタンジャケットシリーズを僕結構持ってるんですよね。そう。あとシャツもね、今シーズン、そして先シーズンとかもね、ずっとギャバジンで展開してるようなね、素材感となっております。なんかですね、一応簡単にご説明すると、レーヨンギャバはですね、まあ、ヴィンテージライクのね、雰囲気をまあ持たせてるんですけども、結構これ素材感は、ビスコースレーヨンという素材を使ってます。そのレーヨンの、従来のね、レーヨンの中でも、元もですね、ちょっとこう、ソフトな中にコシがあるような、はい、そういったね、結構こう、しっかりとした生地感っていうのがね、すごく特徴です。で、若干少し柔らかい光沢感があるというね、そんなね、かなり、かっこいいというか、まあ、かっこいいと言ったらね、その全てのアイテムかっこよくなっちゃうんですけど、その素材感的にもかなり高級感のあるね、素材感となっております。で、それをなんかこう、まあ、現代、ね、今のなんかこう、モダンな感じで、ヴィンテージ仕様にしているっていうところがね、ポイントの一つとなっております。この素材感が僕はすごく好きで、毎シーズン何かしらの形でお代わりしてるんですよね。はい。そんなね、僕のすごくおすすめなこのレーヨンギャバジンの素材感となっております。ぜひ、視聴者の皆様も覚えておいてください。そしてまずはですね、もうデザインを見ていただけると、基本的にはショート丈のデザインとなっております。そして、袖元はですね、こういう、カットアウトした、はい、デザインとなっております。そして、そのカットアウトした部分っていうのを、縁取りをですね、パイピングにしております。はい。こういうね、細かいところまでかなりデザインをね、凝った、結構袖元とかって割となんかこう印象的なので、すごくね、これはなんかこう目につくのではないかと。そしてここのね、縁取りした中の生地もレーヨンギャバで、ここで合わせてあるんですよね。そしてパイピングに関しては、袖だけではなくて、このウエスタンのフロントポケットまで、はい、
パイピングとなっております。ここポケットになってるんですよ。そう、結構ですね、使ってるとかなり広くて実用性が高いんですよね。僕はすごく好きなポイントの一つです。そしてなんといってもこのヨークですよ。このウエスタンヨークがすごくかっこいい、このデザインですよね。これ結構一目惚れされる方が多いのではないでしょうか。そう、なんかこう皆様がイメージするウエスタンヨークとかね、そういったデザインとはね、少しまた違ったパターンのデザインとなっております。そしてですね、ショート丈の中でもですね、このサイドにですねリブをつけていることによって結構テンションがかかるから、そのなんかこう意外とですね、もう全部ジップを締めてタックインしたような時のデザイン、スタイリングだったりとか、そういう結構ね幅広いスタイリングにしっかりとね楽しんでいただけるようなねデザインとなっております。意外と僕はなんかこう一番上まで締めてもうほんとキュッとした感じで着るのがすごく好きで、最近ずっとそればっかりやってますね。はい、素材感の話に戻ると、レイヨンギャバジーっていうのはですね、かなりなんかこう幅広いねスタイリングに対応できるんですよね。なんか僕はですね、まあ、こういう例えばデニムだったりとか、はい、もうデニムはもうもちろんでございます。そしてね、なんかこう僕スラックスとかね最近めちゃくちゃいいんですよね。合わせるのにはかなり大人っぽくなってね、そちらのスタイリングもですね後ほどちょっとやっていきたいと思ってるんですけども、こちらはですねサイズがですね S サイズと M サイズの2展開になっております。はい、バースデーにはですね入荷しております。そして金額はですねこちら、はい、10万4500円ですね。はい、かなりねしっかりとしたなんか、秋冬の、今から使えるアウターとしてはですねもう申し分のないクオリティです。これ街中で着ててもですねかなりねやっぱこう存在感があって、なおかつ雰囲気がねあるようなね一着となっておりますので、じゃあこちらの方のねスタイリングをね、じゃあ今からスタイルぐらいねちょっとご紹介していきたいと思います。はい、それではですね、まずはこちら、ちょっと細身のスタイルで、そのままのパンツでね、着用してみております。今回ですね、僕履いてるのこれベッドボードのね、フレアパンツなんですけど、こういうスタイリッシュなファッション、僕、このスタイリング的に、細身のパンツと、このウエスタンジップアップジャケット、この合わせ、僕、めちゃめちゃおすすめです。かなりスタイリッシュで、すごく、丈感のバランスと、フレアのね、この絶妙なね、合わせがかっこいいアイテムなんで、これ見てる方、めちゃくちゃ参考にしてみてください。超おすすめなんで。はい。そういうね、なんかこう、全体的にスッとしたね、線が細いね、こう、スタイリングっていうのがこんな感じでございます。そしてね、ちょっとよかったら、このサイド見てみてください。サイドはですね、この肘のあたりに伸びる、この、縁取りしたね、パイピングデザイン、カットアウトデザインですよね。そして、この、裾にはこのリブがついてるんですよね。リブが絞ってあるんで、結構なんかキュッとしたこの裾ぐあの袖ぐあの裾口になってますね。ごめんなさい。そう、だからかなりですね着やすいんですよ。で、僕はですねおすすめはなんかもう本当全部開けて全部閉じちゃって、はい、着てあげて、まあ僕このぐらいちょっとサングラスがネックレスでちょっとつけてるんですけど、この感じ僕かなり好きなんですよね。ただですね、ちょっとこれジップ開けてみますよ。開けてみた感じで、T シャツ出す感じも別に悪くないです。めちゃめちゃかっこいいです。この感じ。なんか T シャツの、この中の T シャツって割とサイジングは普通目ぐらいのサイズなんですけど、このぐらいのレイヤード感にはなります。はい。そう、だから結構ね、T シャツでレイヤードするのもよし、僕みたいにね、これでちょっとこれタックインはしてなかったんですけど、本来。こういうもうジップを閉じて、こう全体的にショートと、はい、フレアのバランスで見てあげるのもめちゃくちゃおすすめでございます。僕がですね身長が175センチの体重が約61キロぐらいですね。はい、で着用してるサイズがこれ M サイズになります。 M でめちゃくちゃいいと思います。これからの季節どんどん寒くなってくるんで、僕今 T シャツの中に T シャツ1枚に対してジャケットを着てるんですけど、この中にですねシャツだったりとか、はい、ニットとかを着込めるぐらいのサイズ感にはなっております。はい、ただ全体的に見たらそこまで緩くないんですよね。そう、そしてなんといってもこのフロントのねこのデザイン、このギャバジンの黒とエクリのこのコンビネーションのね配色だったりとか、ヨークデザイン、全てがですねこのポッケまでねかなりかっこいいアイテムとなっております。そしてフロントのポケットはですね腰ポケはなくて、ここはですねここのフロントポケットと、そしてこっちの内側、これ裏地キュプラーでできてるんですけど、裏地の両サイドにですね
あのポケットがございますので、はい、こちら結構ですね、あの収納はあの万能タイプとなっております。それではですね、じゃあ次はですね、僕が今さっきお伝えしていたあのスラックスでね、ご提案してみたいと思います。はい、それではですね、今回はですねスラックス、こちらのスラックスで合わせております。まあレターズが提案する大人ウエスタンスタイルですよね。こんな感じでございます。と今回ですね、まあその僕もですねレターズのスラックス買ってはいるんですけど、マジでこれ履き心地といいシルエットバランスがいいんですよね。なんか細身のパンツで合わせるのも僕好きなんですけど、そのこのなんか細からず緩からずのこのレターズのですねウールサテンのこのパンツ、これも超おすすめでございます。これまだねおそらくさらっとしか多分ね、あの砂尾さんか梅がご紹介してないんではないでしょうか。はい、今回ですねこれ一応セットアップでね、あのパンツは組上でテイラードジャケットとかあるんで、よかったら後々入荷のチェックをしてみてください。はい、今回ですねそのウエスタンジャケットにこのスラックスを合わせて、ちょっとブーツの色も変えてみました。キャメルの感じにしましたね。そう、ちょっとなんかこう色物をね取り込んだ秋口のスタイルというところでね、はい、ちょっとまあファッションちょっと見ていただければなと思っております。この感じめちゃめちゃかっこいいんですよね。そう、ベルトまで全部レターズにしちゃって、そうオールスタイルでこのねこうまとまった大人なあのウエスタンアメカジスタイルをですね、そう皆様にご提案できればなと思います。まあこちらはですねジャケットもしっかりですけど、ベルトパンツ、まあ、全てにおいてですね、こちらオンラインストアの方にですね、はい、記載しております。はい、こちらの方でですねお買い求めすることも可能です。そしてサイズ感のことに関してはですね、あのお問い合わせフォームだったりとかインスタグラムの DM 等でですね、はい、ご質問していただければなと思っております。はい、結構ですね、なんかこう今からの季節にちょっとまあパンツのバリエーションもそうなんですけど、まあそういうジャケットの合わせで逆に細身だったりとか緩くだって緩めだったりとか、まあ昨今だとまあバギーパンツだったりとか、そういうものもね結構緩めのねパンツだったりとかもまあね、まあ、バスにも入荷してるんですけども、はい、すごくね合わせ幅がかなり広いあのウエスタンジャケットだと思います。このジャケットに関しては本当パンツを選ばず、インディゴのデニムとかももうめちゃめちゃおすすめです。かなりねすごく広いスタイリングで楽しんでいただけるのではないでしょうか。はい、では最後まで見てくださった皆様誠にありがとうございます。レターズに関してはですねもうすでに立ち上がっておりまして、かなりの量が立ち上がっております。そしてねバンバンちょっと動画の方をねアップロードしていきますので、よかったらですね過去の動画、そしてこれから出てくる動画もですねぜひチェックしてみてください。チャンネル登録といいねボタンお待ちしております。それではですね、最後まで見てくださってありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。